よしきエンゲージ溜まったから戦慄吹くぞ。まずは3連演奏から入りまして、冷えっこわすぎる。うおおおお、気炎盤上。さあみんな攻め時だぞ行くぞ。僕は狩猟部への鉄柱試技で気持ちよくなろうと思います。あ、ちょっと待って回転攻撃は困ります。お客様やめてください困ります。さあ収まったので行くぞ。うおおおお。よーしバゼル弱らせたし捕獲するべ。まずは真打ちを叩き込みまして、うわー体が熱いんじゃー。まあ距離を取るためにあえてダメージを受けました。よしよし罠置いて、こっちにおいでー。さああとは麻酔玉を当てたらクエスト完了だね。いやー誰ー、方向やめてー。あべし、いやいやちょっと待って罠の効果切れちゃう早く投げないと。うおー急げー。あー。フルフルに最高火力をぶち当てたーい。気炎ゲージ溜まったのでバッかけたら真打ちを入れてやるぜー。ほらー回れ回れー。ここまで順調。あとは隙を見つけて大技叩き込むぞ。おお、いいタイミングで敵が疲れてる。おら頭にでかいのくらいな。貴様、さては予知能力者だな。剥ぎ取り終わって残り時間暇ですな。とりあえず周りにいる小型でも倒して時間潰すか。かけり虫余ってるし適当にもう一体にも使いたいところ。よーしそこの君に気ぃめた。1匹分の虫のリチャージ終わるまで待ちますか。溜まったので即真打ち。鼓膜にビート刻んでやんよ。あ、クエスト終わったん？なんかお腹から出てるんだけど、へその緒かな？よっしゃーそういう行くぜー。壁当て1回。頭ぶつけて痛いだろうけど2回。関係ないけど電柱に頭ぶつけると痛いよね3回。からの超絶跳躍ドンキ振り下ろしアタック。続けて気炎の戦慄決めていくぜ。いいぞ、いいコンボが決まっているぞ。さあとどめに真打ちいくぞ。鼓膜にダイレクトアタック。あれ大丈夫これ当たる？よかった当たったわ。大ダメージ遅い。当たってないんかーい。現在ドスバギーとドスフロギーを同時に相手しております。攻撃がいい感じにヒットしてくれれば嬉しいな。毒状態？そんなの知りません。おお、ドスバギーにスタンが入ったと思ったらドスフロギーの方にもスタンが。うおお、殴れ殴れ殴れー。オラ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 。あーやばいですこれ。もうこのダメージ量見てるだけでご飯3杯はいける。延々ループしてみていたい。まあもちろんそんなわけにもいかず。あー113ダメージのバーゲンセールスはこれ真打ち当てたらどうなっちゃうの？百竜夜行終わったので使わなかったよもぎちゃん出すか。あとついでにかかし。そういえばあんまりモーション見たことないかも。クエスト終了後のモーションとかあったりして。全然そんなことないね。めっちゃ真剣な眼差しで虚空見つめてるもん。不意今回のクエストもお疲れ様でした。いやめこっぱ、よもぎちゃんからすごい殺意を感じるんだけど、あと後ろのかかしバカにしてんのか。なんだこの構図。レイヤーの3段活用？エリア移動するんだぜー。バルファルクがエリア移動していったな。追いかけるか。行くぞドフを。帰ってくるんだぜー。いやなにえ、なんで今エリア移動したのに帰ってきたの？移動した先にうんちいっぱい落ちてたのかな？こちゃかったね。今回はモンハンのクリップに実況をつけてみました。近い。短い動画になりますが今後はこういう動画を出そうと思います。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回の動画までゆっくり待っていてね。